皆さんこんにちは、まこぱぐファミリーです。この日は久しぶりに別府杉内ホテルへやってきました。今回は2時間のロフトルームと現在の夕食バイキングの様子をご紹介していきます。夏季限定のアクアビートに関しては7月1日オープン予定だそうです。アクアビートを楽しむコツを詰め込んだ動画もアップしているので、ぜひこちらもご覧ください。お待たせ。そうそう、行くよ。俺は言わない。あ、そうやった。完全になんか少ないなと思って。あ、大丈夫。すいません。申し訳ないです。どこでも、あ、私は、これがケイちゃんの、ケイちゃんのアクアガーデンのプールの様子で、こっちが空のアクアガーデン用。はい、これ歌のアクアガーデン。これ歌のアクアガーデン。それでカメラはここにちょっとそれだけで OK で変わるん。そうだよ。何のこと？何のこと？今日4人でお泊まりだよ。今日そのためにちょっと2人を連れてきたんやけど。なんでその涙目な？嬉しい。嬉しい。来ない。やってきました。杉内ホテル。今回はロフトルームに宿泊したいと思います。はい、または6月のバイキングがどのような食事になっているかを皆さんにご紹介したいと思います。はい。それでは行ってみよう。レッツゴー。今日はね、じゃ今から夕食の時間なんですけど、今回ねシーザパレスが閉鎖中ということでシーズでの夕食バイキングになります。今からシーズに行ってシーズのメニューを紹介します。行ってきます。行ってきます。キューピーちゃん。じゃあこれで、フードマリネ、知らない？カプレーゼ、これがココット盛り、中華のココット盛り。まあこれマンゴー、これはピンクグレートフルーツかな。スイカ、マンダリンオレンジ、パイナップルとキウイフルーツ。すごく蒸し、さつまいもとブロッコリーとエビとコーンだね。すごい。豆乳ドレッシング、ポン酢、オリーブオイル、お塩と。うん、大分名物の鶏天があります。お肉かな。うん。鶏天だよ。こっちがイカの天ぷらって書いてある。いただきます。はい。なんかですね。お刺身無料だった。なんか新しいよ、お好み焼きっていうのがあった。子供コーナーにお好み焼きっていうのがあった。そう、これがチョコフォンデュです。おー、上手、慣れたもんや。何回もシュークリーム、シュークリーム、エクレアみたいな。ああ、そうやな、エクレアみたいな。で、ここがハーゲンダッツのグリーンティーとストロベリーとバニラ。なんだこれ、タンパク質、チャギトリタンパク質、タンパクとアイスバーもある。すごい。なんか感動。ホットケーキ。チーズケーキがある。で、紅茶チョコレートタルト。かわいい。紅茶チョコレートタルト、クリーミーショコラ。なんかシュークリーム。とクッキーがあります。すごいいっぱいある。甘いものが私を呼んでる。甘いものが呼んでる。マシュマロに。チョコをつけていただきます。これお刺身。これはね、シーズン無料でね、お刺身が食べれます。すごいね。貝とマグロとイカと。なんだろう、カンパチみたいな。で、こちらはデザート。かわいいね、今回ティラミスがあった。はい、ということでごちそうさまでした。はい、お部屋に戻ってきました。はい、今日はロフトルームに宿泊です。はい、初めてのロフトルームです。今日ロフトルームどう？今日ロフトルームはこう大きなベッド、ソファーベッドみたいな。そう、この枕とかもいっぱいあって気持ちいいです。なんかふわふわしてる。で、あと木のぬくもりがあって、そうだね、すごいね、落ち着きます。これロフトで2階があるからちょっと天井が低くなってます。はい、はい、今日一日どうでした？今日一日は久しぶりに杉の家に来れて、とっても楽しい一日が過ごせました。シーガパレスが、休業中ということで、全員ねシーズの方、本館地下1階のシーズの方での食事だったんですけど、プールはすごい人が少なかったんですけど、夕食時間のあの様子を見るとすごい人がたくさん泊まってるのかなっていう感じがしました。だいたいどれも美味しかった。全部美味しかった。特に美味しかったのは何ですか？私は団子汁。あ、団子汁そう食べよったな。相当食べよったな。私はいつものマシュマロと、マカロン。あ、マカロンも相当食べたな。4つ食べよったな。マカロンじゃない、マシュマロとティラミスが美味しかったです。今回ティラミスがあったな、本当。そう、ティラミス初めて食べたけど美味しかった。みんなを食べてみてね。今回は、夏のね、6月のシーズンのメニューとロフトルームについてご紹介しました。皆さんもぜひ杉の家ホテルに来てみてください。はい。それでは次の動画もお楽しみに。バイバイ。また見てね。